で、まあ、その NT の子供の取説は途中からなんですけども、はい、NT の子供は、まあ、生まれた時から NT なんですよ。はい。はい。で、まあ、早くから言葉を覚え、的確な語彙を使おうとし、で、また、その、良心回路的なものは、はい、なんていうんだろう、公平にちゃんと働いていて、SJ さん、NF さん、みたいな気持ちじゃないけども、はい、ちゃんとその、良いことは、ちゃんとします。はい。はい。そういう子供たちなんですけども、この NT の子供、ま、親がこのしつけと称して、肉体的なことをすると、はい、それはとても、一番拒否感を感じたり、はい、その、大人が言ったんだからやれ、みたいな言い方だと、納得しない子たち。はい。はい、親は、なのでそんな NT の子供に対して、忍耐強く、理性的なその子供たちに質問に対する答えを与えるだけでなく、実験したり調べたり、自分なりの答えを導き出したりする機会を豊富に与えるのがいいだろうと。はい。自分に考えさせるってことですね。はいはい。調査を封じると、あからさまであろうとなかろうと、不従順になることが可能性が高いと。理性的な子供は一つのことに集中し、満足するまで探求し、それから次のことに移る傾向があるからであると。そのため NT の子供は何時間も遊び、おもちゃの特性を調べ、そして捨ててしまうと。なぜならそのおもちゃの機能と動作が理解されると、それに興味が惹かれないからだと。最も重要なことは、理性的なその子供たちには本を読んであげることであると。 NT は物語に魅了される。 SF 魔法と魔術の物語、英雄と異形の叙事詩は彼らの大好物であると、はい、そしてその魅力は他のタイプの子供たちが他に目を向けた後でもより長く続いていくと。物語を通して自分の読書レベルをはるかに超えた想像力を刺激する複雑なアイデアに出会うからであると。なんか、まあ、全く違う見方をしてるんでしょうね、はい、ガーディアンの子供たち、そして後にガーディアンとなる大人たちは、権威が時折欠落しているにもかかわらず、権威を信頼するのに対して理性的な子供たちは、権威が信頼できないあらゆる事例を記憶しているため、10代までに多くの子供たちに権威に対する積極的かつ永続的な不信感が芽生え、場合によっては大きな軽蔑を抱くようになると。なるほどね。ガーディアンの子供たち、ガーディアンの大人のとなる大人たち、要は SJ の大人とかは、権威が欠落しているにもかかわらずその権威を信頼しているが、この NT の子たちは、はい、いやいや欠落してるやん、うん、っていうのをずっと見てるから、はい、もう大人になる頃には、はい、それがもう失望になってると、はい、権威ってだけでなるほどね、はい、この理性的な子供たちは理想主義者、これ NF ですね、はい、のように直感を信頼することも、はい、職人のように衝動を信頼することもないと。この理性的な子供、 NT の子供は行動の基礎になる理性にますます信頼を置くようになると。つまりやる価値があるかどうかを判断するために考慮し、熟慮し、熟考しなければならないと。思春期になると理性への信頼は、徹底した理性的な人間にとってそれが絶対的なものになると。理にかなっていればこそやるというのが若い頃に身につけ、決して捨てられない NT のモットーであると。確かにそのような態度は親や教師を悩ませることも多いと。理性的な子供たちは親や教師の欲求が理にかなっている場合のみ従うと、はい、これは僕は本当先生にならなくてよかったですよね、はいはい、理にかなっていることを言えばいい、自信がないですはい、はい、よく多分僕がやりがちだとすると、はい、もう上が言ってるからさ、ごめんって、はい、はいはい、これ学校で決まっちゃったんだよねって、はい、担任だとするとね、はい、だって理にかなってないじゃないですか、はい、先生が言ってくださいよ、先生その役目でしょでもねって、それはさ生活があるじゃんって、はいはい、生活があるじゃんは、はい、まあ、ある意味理にかなってますけどね。僕の理にはかなってますよね、はい、君たちの理にはかなってないかもしれないが、それに反すると損するよって言ったらいいんじゃないですか。損するのは先生でしょって言われるわけですよね。あ、それに従わないとルール違反だから損するよっていうので判断して、自分で判断してって
板挟み、はい、まあまあが出てくるんですよ。まあ、自分で判断してって言えばいいんですよ。 NT は動いてくれないのは先生じゃないですか。動きませんって言っとけばいいんですよ。あとは自分で判断しようって。なるほど。自分には自分の家族を守るっていう合理的な目的があって従って僕が直接言います。言って先生が動いて、ね、動いてくれないから、はい、もう言ったらいい。はい、これ SP と NF な感じがします。はい、はい、でこの NT の子供たちは幼い頃から冷静で思索的であるとも見える。しかしその穏やかな外見には達成への憧れが隠されておりと。達成ね、はい、ずっと今日言ってますけど、はい、目的は達成だと。達成だと思いを伝えることじゃない、はい、達成なんだと、はい、その先を見てると、はい、だからなるべく失敗しない方法をずっと考えてるみたいな。で、まあ内向型 INT とかだと、はい、まあ、考えてばっかりで行動になかなか移らないみたいな。そうか、達成なんですね、やっぱりね。はい、で、それが脅迫観念に変わることもしばしばあると。大人の合理主義者と同じように、この子供たちは、ひとたび達成を追い求め、ある目標を達成することにとらわれると、他のことはどうでもよくなってしまうと。ああ、そうなんや。残念なことに、この脅迫観念が NT の子供たちに自分が出せる以上のものを欲求させることがあると。また一旦何かを達成すると、その達成レベルがすぐに彼らの標準になってしまうと。昨日の勝利が今日の期待であり、基準がエスカレートすることで理性的な子供は他人の目には成功していても失敗を恐れることになる。かつては冷静で集中力があったのに、今では過度に緊張してハイテンションになり、周囲のあらゆるものに対してせっかちになると。そういう子供たちなんですね。で、こうなると、はい、他どうでもいいと。まあ達成ですから、服装とかもどうでもよくなるわけですよね、多分。はい、なんかそこがもったいないとかも思うんですよね。それはまあお互い様じゃないですか。かもしれない。はい、かも、はい、そうかも。 NF は NF のところに向かっていくわけですよね。ロマンスですね、はい、そこだけにもったいない。そんなロマンスなんか求めてたらもったいないみたいな感じに思うわけじゃないですか。確かに大きなお世話です、はい、でこの子供たち NT の子供たちが善良なガンマ、凱旋した戦士、不本意な決闘者、成功した探検家、優秀な科学者、独創的な発明家など英雄的人物の偉大な功績についての物語を過剰かつ執拗に読みふけった結果、達成感飢餓が早期に発症したのかもしれない。彼らが大人になるにつれ英雄のコレクションは着実に増えていき、科学技術の分野でなくともその功績が忘れ去られることは滅多にない。この理性的な子供たちは幼い頃から実用主義的な考え方が見られる。手段と目的、構造と機能の関係について熱心に実験する姿が見られる。触ったり回したり引っ張ったりすることでエネルギーが放出されるような、作動されることができるものなら何でもする。すでに彼らは望む結果を得るためにできるだけ労力を費やしたくないようで、無駄な努力に苛立ちを感じるようだと。そして全てのエラーをなくすまでどんなことでもやり続けると。この理性的な子供たちは自分の言っていることをよく理解している人の考えには耳を傾けるが、提案された方法や手段に対しては常に懐疑的であると。自分自身の過ちに細心の注意を払っているため、 NT の子供たちは言われたことほとんど全てに疑念を抱き、特に習慣や伝統に基づいた行動計画には批判的な目を向けなければならない。当たり前のことを何もせず、何も信じず、何も権威を信じないことで、この子供たちは早くから研究者、開発者としての地位を築き、技術の進歩において他を引き離している。しかしこの懐疑主義は知的スノッブに見えることもあり、知能が低かったり騙されやすかったりする他者を見下し、それゆえ劣っていると判断することもある。理性的な子供たちは習慣や伝統が他の人々や社会の円滑な運営にとって重要であることを理解する手助けが必要であると。まあ、このルールとかが理にかなっていることもあるよっていう、はいはい、ことですよ。こと
まあ、権威が、はい、権威っていうだけで疑ってかかるわけじゃないですか。はい、だけど権威が正しいこともあるよっていう。はい。はい。大体懐疑的に見るって話ですよね。はい。はい。なるほど。で、この人は大丈夫って自分が信じた人は、素直に受け入れるみたいな。でも一旦その人が言ったことでも、はい、ある程度は本当かは多分あるんでしょうね。はい。でそれがじゃないですか。でそういう人たちは認めるけどみたいな。そうじゃなければもうまず一旦疑うみたいな。でもなんかそのユングさんが、はい、フロイトの弟子じゃないですか、はい、ユングって。はい、でこの人なら僕の考えを理解してもらえるって、はい、信頼して、はい、議論を吹っかけると、はい、フロイトは、はい。それをやるなと、はい、で、たもとを分かつわけなんですけど、はい、何が痛かったかっていうと、はい、やっぱり全て疑うんですよね、多分そうじゃないですか。この人が言ってることは正しいのかどうかみたいな感じで判断して、はいはい、あ、この人は正しいかもしれないというと議論を吹っかけて、はい、でバーンってされると、あ、この人違うんだみたいなことですよね。でもこれは多分そこでその、はい、ラリーが続くのであれば、はい、信頼できるってなるんでしょうね。まあ言ってることがじゃないですか。言ってることがね、はい、理解できればですよね。なるほど。意見が違ったとしても、はい。